私は戦士、手加減は無用よ。ここにまた一人、村人の尊い血が流されてしまいました。しかし私たちは何としてもこの村を守っていかなければなりません。この村のために死んでいった人たちのためにも。俺たちは戦う。マミヤさんと共に最後まで。あんたの命令は何でも聞こう。さあみんな戦いの準備よ。一人より二人の方が仕事が早い。私も行きます。あなたたちがどう思おうと私は村の責任者。それにあなたたちが逃げ出さないとも限らない。ついていきます。死ぬぞ。構いません。果てしなく続く砂漠と人気のない荒廃した町並み、核戦争により一変したこの大地にかつての平和を思い出させる村が存在した。マミヤの村。豊富な湧き水により自給自足の生活を送ることができる村。そこには色とりどりの花と村人の笑顔が咲いていた。だがこんな時代、豊かな村は当然野党の標的となる。マミヤの村も例外ではなく、凶悪な野党ヒバ一族の襲撃を幾度も受けていた。村のリーダーマミヤはケンシロウとレイ2人の用心棒を連れて大胆にもヒバ一族のアジトに乗り込む。彼女には危険を冒してでも村を守る理由があった。亡き両親の思い出と村のみんなの希望が詰まったこの村を悪党に渡すわけにはいかない。お前が戦うことはない。お前は女だ。いいえ、私は村を守る戦士マミヤよ。第1話、二つの共生。私はとうに女を捨てたわ。君の悪い場所ね。すでに奴らのテリトリーだろう。気を抜かぬことだ。
さとかかる。ありがとうございます。騎馬一族の隠れ家はどこなの？ケン、レイ、手分けして探し出すわよ。Ah!
この右足についてこれるか。
さ、見せてやる。
僕も我らの一族を生ませてやる。生きていたのか？兄さん、本当に兄さんなの？そんな生きて兄さんに会えるのなら目を塞ぐのではなかった。何？兄さんどこなの？私を抱きしめて。今助けてやるぞ。お前の可愛い妹はわしの手の中だ。ハイリだけは殺さないでくれ、頼む。そのためなら俺は何でもやる。ならば貴様、その北斗の男を殺せ。表裏一体の北斗と、なんと互角の拳法。戦えば勝者はない。貴様はおとなしく男どもが殺し合うのを見てろ。なぜ構えぬ？なぜ戦おうとせん？同じだ。俺はある男の婚約者だ。この手に取り戻すためだけに生きた。だがすでに婚約者ユリアは死んでいた。そしてたとえようもない孤独だけが残った。
奥義を尽くさねば、この俺は倒せんぞ。その構えは、北斗神拳秘伝の正極林。この構えの持つ意味は、貴様も知っていよう。なんと、小針北斗、流撃庫。この勝負、わしの切り札の方が強かったようだな。兄さん、親父、大丈夫だ。間違いなく死んでる。二人とも心臓がピクッとも動いてねえ。おれ、今こそこやつらを刻んで一族の恨みを晴らしてやれ。よし、息子たちが引き上げだ。この女を殺せ。やつら、やつら、ついたらいかな。正極林の構えは、互いに飛行をつき、一時的に仮死状態になることの合図だったのだ。貴様は最初から、ジョーカーを引いていた。わしを逃がすための時間稼ぎをせい。もし俺の胸にも何らかの傷があるとしたらどうする？お前がアイリを連れ去った本人だと言っても俺は信じない。それくらいわかる。狩猟を倒せば、騎馬一族は崩壊するはず。さあ、やってみな、お嬢さん。さて、どうして兵を
そろそろ知るがいい。飾れ。怪我するわよ。やるぜ。ゲット。絶対に許さない。その背中バッサリ行くぜ。火山確定儀で鍛え上げたこの体、簡単には傷つけられんぞ。私には戦い続けなければいけない訳があるの。